皆さんどうもこんにちは、ワンディー&ユーポンです。はい、今回ですね、バングットさんのスクイズを紹介していきます。今回もね、めっちゃ大きいものから、可愛いものから、パセルカラーから、みんなの大好きユニコーンも、あとはね、昔のあのスクイズもあるので、ぜひ最後までご覧ください。じゃあまず最初にこちら、あのすごくボロボロティン、ボロボロティーンですけども、すごいですね。はい、最初こちらの、よくわかんないんですよこれ。ちょっと、あー、なんか魚の口からアイスクリーム出てきてる。これどういうこと、こうやっての持ってアイス食べるってことか。でもなんか魚の口からこんなでっかいアイスクリームゲラゲラゲラってこう出たらちょっとやばいね。美味しそうじゃんこれ、チョコ。ね、触り心地としては意外と低反発で、なんかしっとり系というよりかはそのふわふわ系の方が近いかなって感じ。でも色すごいレインボーで綺麗だよね、ここまで。でこっからなんかアイスっていう。で匂いはすごく甘いチョコレートの香りがします。何気にのこの尻尾の、何気にこの尻尾が気持ちいいです。続いてこちら、なんか可愛くないですかこれね。このキャンディー、キャンディー、キャンディーみたいな、なんかパッケージすごい可愛らしいですね。やばい、見て、可愛いよ。ちょっとね、パールが入っててね、いいですね。なんかすごいうんこのようですね、ここユニコーンの角。あ、これこれ気持ちいい、わかるかな。これかなりのね、しっとりのこの低反発感。え、これ触り心地めっちゃいいんだけど。でもね、ちょっと残念だなと思ったのが、すごく手にダメがつきます。続いてはこちらですね、これですよ、ユーポンがあれ、なんか昔にもありましたねって言ったやつ、プニマル。多分プニマルって言ったらみんなわかるよね。これね、プニマルってスクイーズがずっと欲しくてね、集めた時、集め始めた時に、でそのプニマルのスクイーズです。これやばいね、もう嬉しい、本当に嬉しい。本物だ、これやばい、本物、本物ですか。でね、プニマルってちゃんとこのようにキーホルダーもついてるんだよね。ぜひつけていきます。うわー、いいね、もうプニマル大好き。はい、これでキーホルダーがつけれました。でね、プニマルっていうのもね、すごい裏もね、めっちゃリアルなんですよ、でかい。で触り心地もちょい低反発、低反発だな、低反発のしっとりです。しっとり、あ、もうやばい、もう本当に。でそう、匂いがね、めっちゃ甘い香りがする。やばい本当にこれ、ユーポン大好きなんだよプニマル。続いてもこちらプニマルです。これもプニマル最高。これはピンクですね、ピンク、女の子かな。ほら、またまたついてるキーホルダー、もう最高かよ。はい、つけました、いいですね。でね、匂いがね、すんごいイチゴっぽい、チェリーっぽい匂いがします。女の子、あ、柔らかい、この女の子、女の子が柔らかい。低反発はね、てか体の部分がすごいふにょふにょしててね、触り応えがありますね。はい、もうプニマルも最高だね、ガチで。じゃあ次はこれです。ちょっとユーポンらしいスクイーズですね。これは何かというと、これ落花生のようなものに入っている赤ん坊です。なんとすっぽんぽん、これね、なんかちょっとお股が見えなくなってますね。ね、これ何なんでしょう、落花生の中に入ってるのかな、赤ん坊。じゃあこれ落花生だったとしたら、豆だね。豆、触り心地としてはすごいしっとりしてます。意外と赤ちゃんしっとりしてて、赤ちゃんすごく低反発。顔見ますか、ほら。続いてもなんかチョイスがすげえなと思う感じのスクイーズです。これもね、ユーポンがチョイスしました。箱がビコビコなんですけども、中には見てください、かわいいユニコーンが浮き輪に座ってます。じゃあ寝そべってます。でね、これよく見たらね、すんごい平らなの、これ平ら、もう手と足、おせんべい、おせんべい、おせんべいのようにすごい
平らで超長い。なんか可愛いなと思って、これね、選びました。ね、これちょっと。こんなのプール行った時浮いてたらビビるわ、ほんと。こんなんで。何あれみたいな。で、ね、顔はね、結構可愛いんですよ。ちゃんとユニコーンで。あ、顔ついてる。なんかさ、どういう格好でこういう格好してるのかがよくわかんない。続いてはこちらです。なんか2個ついてる。え、待って、2個違う、3個ついてる。このスクイーズ違う、2個です。2個ついてる、分かれてる。え、すごい、こういうの初めて。てか分かるこの薄っぺらさ。ここの間、これもね、一応スクイーズなの。ほら、すごくない？で、この浮き輪に、この子が、こんな風になる。大丈夫？多分こんな風になるんだと思います。こうやって。こうやって。楽しんでますね。こうやってパッカパッカって。で、ユニコーンもね、結構可愛いんですよ、ここ。レインボーになってて。なんかサイズ良くない？サイズ感が。え、これ結構気に入ってんだけど。さあ次は、ミニミニ系の普通のこのぐらいのスクイーズ系の紹介は終わりました。次に、ビッグの、ビッグなスクイーズが、今回は3つあります。前はね、フルーツ系だったと思うんですけど、まあ、今回フルーツ1個あって、フルーツじゃないものが2個あります。それがすごい。じゃじゃじゃーん！多分ね、このアイスクリームのスクイーズ見たことある方もいると思うんですけども、でかくなりました。え、かわいい！やばい！ほら！こんにちは！映えません。映えますね。これは。あ、見て！低反発。なんか、おっきいからさ、結構高反発のイメージってあるじゃん、おっきいと。でもね、おっきいのに、すごく低反発で、ふわふわして触り応えがあります。これはいいぞ。これはいい！すごい、なんか触ってる感があるからね。やっぱり大きいビッグスクイーズはね、ユーポン大好きです。次が、こちらです。なんと、生き物です。生き物。こちらのハリネズミのスクイーズです。やばくない？ちょっと生き物が大きいって結構ユーポン的にちょっとあれなんだけど、すごい興奮する。かわいい！見て！ほら、ハリ、立たせないでね、ハリ。ちょっとここ赤っぽいですね。あ、あれ？え？ちょっと待って。びっくりした。すごいびっくりした。こう顔とさ、ここの背中の部分すごくトゥルトゥルしてるんだけど、ここめっちゃザラザラしてる。毛生えてるみたい。あの、産毛みたいなのが。え、これすごい。ここだけ触り心地が違う。手触りっていうかな。結構ね、ちょっとね、ちょい固めですね。さっきのアイスよりかは。続いて最後、あれですよ、果物。じゃじゃーん、桃です。桃、え、やばいやばいやばい、ちょ、やばいんだけど、めっちゃお尻。え、待って、すごい可愛らしい。なんかいきます。結構ね、戻りは早いんですけど、そう、なんか触り応えはあるよ。ほら、ちょっとね、手の跡がつく感じ。ちょっと触りにくい。こうやって。すごいよ、これ。めっちゃね、弾力があるし、もちもちしてる。なんと言っても。これ。ねえ、ほんとにさ、このさ、おっきいスクイーズのさ、この種類すんごい好き。もっと欲しい。はい、今回ね、紹介するスクイーツはこちらで以上です。ちょっと並べてみましょう。はい、ということで、今回はこんな感じで終わりたいと思います。いやね、今日紹介したスクイーズもあの、プニマルとかも最高だったし、で、またね、この大きいスクイーズもめっちゃ最高だったし、あとはこれ、なんと言っても、この3つよ。このユニコーンはクオリティすんごい高いし、なんかこれ、
すごいセンスしてるなと思うし、赤ん坊もね、スポンポンのすごい面白かったです。ぜひよかったら皆さんも気になったスクイーズ、欲しくなったスクイーズがありましたら概要欄に値段も載っているんで、ぜひ見てみてください。ではチャンネル登録よろしくお願いいたします。 Twitter、Instagram、LINELIVE、ミュージカリーの方もフォローよろぽんです。ではおつぽん。